田村、親父、何やっとんじゃお前。すいません。でも仕方ないんです。殺さないと殺されちまいますから。何言うとるんや。上松やったんもお前なんか。はい、でもあと一つ、あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、お前、親父を殺せば俺は生き返れるんです。本当にすみません。親父、死んでください。悪いが、あんたにはここでいろんなもんを背負った上で死んでもらいます。この腐りきった極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょう。どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今死んどいた方が値打ちが出ますよ。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。お前の理想なんかどうでもええ。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。そんな古臭いバカな極道はさっさと消えろって言ってんだよ、マジマWe'll be right back.
あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キュールさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されたから徐々に国はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの国に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の登場界にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でも俺はまだ信じてんだ。何を？風間のおやっさんや島根、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場界を。もう一度あの頃の登場界に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前国をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。勝負はまだついとらんやろが。大吾、お前は合田会長を連れて登場会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今合田会長が登場会と杯を交わす方が先決だ。それにお前はここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。分かった。やっと二人きりになれたぞ。会長は登場会が預かる。この杯絶対に邪魔はさせねえ。まあいい。あんたを倒して奪い返しゃいいだけの話。やってみるか。ああ、本物の竜はどっちか決着つけよう。ここがあんたの墓場や。
Ladies and gentlemen、 ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者、キリュウ・カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・マスターズ。奇遇ですね、キリュウさん。総君氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。あんただけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。ほら、
お前ら海外組織の連中か。待ちなさい、警察よ。あんたたちここに何をしに来たの？ちょっと待て。なんだ、うるさい連中だ。日本語喋れるんじゃねえか。ならなおさら許せねえな。お前らに用はない。俺はあるんだ。何？目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。なら殺すまでだ。死ね。これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前は。キリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江？なんでお前がこんなことをしてんだ。わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係ありゃしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと？わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですねん。思い出したわ、1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたるケジャンでっか。府警四課の佐山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。舐めたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損、もしここで抵抗したら公務執行妨害。罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん命捨てたわしじゃ通用せえへんわ。なんだと？もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。Ah!
恥ずかしくねえのか。てめえが世話になった登場会を売り渡すような真似をして。ふっ、売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが。それが原因で登場会がガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より、私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな脳書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って登場会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。時代は変わるんですよ。
わかんないよ。人言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだと思う。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ郷田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあ待て。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたらわしのペットが目覚ましてしまうやないか。餌になったりや。骨まで噛み砕いて。
は神宮派の掟に背くのか。私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。この町を神言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間の親さんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ！覚悟はできとるやろね。
そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田、その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は人言派の構成員です。人言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうが、やるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。ここで終わりにしましょう。時間はないな。いいか、行くで。ああ、手加減はしねえ。来い。Yeah!
Hey!